はい、皆さんこんにちは。八幡保育園の飛山でございます。今回もですね、八幡保育園の、地域活動や地域貢献への取り組みに関しましてですね、少しお話をさせていただきたいなと思います。今回ご紹介したい地域活動でございますけれども、みのり公民館で開催されます、クリスマス会への、参加の部分でございます。こちらはですね、毎年12月にですね、みのり地区社協様が、主催されます、どちらかと言いますと地域のおじいちゃんおばあちゃん向けの、クリスマス会になるんですけども、そちらにもですね、当園の、子どもたちが参加をさせていただいております。まあ、具体的にはですね、年長組がですね、ちょっとそこにお邪魔してですね、お遊戯を披露したりとか、歌を披露したりとか、ちょっとね、限られた時間ではございますけれども、しばらくの間、地域の皆様と交流をさせていただいております。その取り組みの模様はですね、下にちょっとね、URL を貼っときましたので、下の説明欄も合わせてご覧いただきたいなと思います。そのような形でですね、今後とも、八幡保育園ではですね、地域の皆様と共に、成長を反映していきたいなと思っております。我々にできる部分がございましたら、できる限り、協力をさせていただきたいなと思いますので、何なりと、お問い合わせをいただきたいなと思います。またですね、八幡保育園ではですね、月に数回はですね、保育園に行かれてない、親子向けに、園を開放しております。もしご都合がよろしければそちらも、ご参加ください。またこちらのチャンネルではですね、保育園に関する情報やまた地域に関する情報なんかも発信しておりますので、よろしければチャンネル登録していただけたらありがたいです。はい、ということで今回も八幡保育園飛山がお送りしました。ありがとうございます。